孫のスザンナを抱いたスポック博士ベンジャミン・スポックはアメリカの著名な小児科の医師でベトナム戦争に反対し平和運動家としても活動した。1946年に出版された赤ちゃんから子供の時期の育児について書かれたスポック博士の育児書は世界的ベストセラーの一つに数えられている。42カ国語に翻訳されて世界中で5000万冊販売され、 聖書の次に売れたとも言われている。母親への革新的なメッセージである、自分を信じてください。あなたは、自分が考えるより、はるかに多くのことを知っているのですは有名である。泣いても即座に抱き上げないという、厳しさとしつけを重んじる子育てのやり方に反して、乳児とのスキンシップと愛情を示すことの重要性を、説いた。コネチカット州、ニューヘイブンに生まれた。 オランダ系の血筋を引く。小児科学を学ぶのに、子供の要求と家族のダイナミズムを理解しようとした、最初の小児科医とも言われる。また1924年のパリオリンピックのボート、競技エートの一員であり、金メダルを獲得している。イエール大学卒業後、コロンビア大学医学部を主席で卒業。コーネル大学附属病院で、小児科医を務めた。 1968年5月スポックは、ウィリアム・スローン・コーヒンら5人と共に徴兵拒否の強さ、先導罪で起訴される。同年7月10日に、有罪判決が出るも構想で無罪となる。1972年に、人民党の候補として、大統領選挙に立候補したが落選している。1992年、スポックは、病気になりマクロビオティックの被殺かさ道をに、 食事指導を求めた。晩年のベンジャミン・スポックは病気になったのを機にベジタリアンを始め、それによって健康を回復した。スポックの病気が良くなってから、道夫はスポックに対して子供に肉や牛乳を与えるのはおかしい。死んだ後に恥になるから著書を書き直しなさいと言った。スポックは考えが変わり、マクロビオティック関連の意思とともに牛乳や肉は 必要ないと発表することにした。ベンジャミン・スポック率いる医師団は健康で丈夫に育つために牛乳は必要ないと主張した。反響が大きかったため耐えられなくなったスポックは3ヶ月陰遁したが、それはやめて育児書を書き直すことにした。スポックは牛乳はいくらかの子供のアレルギーの原因となり、また新型糖尿病につながるかもしれないと忠告していた。 1994年の朝食では、現場に味噌汁に野菜というマクロビオティックの食事をしていた。1998年に出版されたスポック博士の育児書の第7版では、2歳になれば、もう乳製品は必要なく、植物性の食べ物だけを食べるという内容になった。第7版は論争を巻き起こし、スポックは子供にも大人にも、肉、鳥、魚、 乳製品を含まない食事が最良であると主張した。1998年、第7版を出版した同年、カリフォルニア州サンディエゴ近郊の自宅でガンのため死去。ベンジャミン・スパッチ、ワールズ・ピーディトリシアン、ディエス・アット・94、ABCD ・フィナール・アドバイス・フロム・ドクター・スパッチ、Eat only all your vegetables、ハット・エスクワイア編集部編。 エスクアやアメリカの歴史を変えた50人間234ページ。ABC 必さつかさみちマクロビオティックで世界平和の道を探る。エラワン1号。必さつかさみち事務所出版局。2001年5月。33から34ページ。マクロビオティック講演会講演録。第2部定談の11ページ。ミルキング・ワー・メモリーズ。ハット・コモン・センスイン等 ドクター・スパッチ・リターンズ・ツサラ・ローレンス・ハット・ベジタリアン・ウィズダム・フロム・ドクター・スパッチ。ありがとうございます。